匠、翔太、綾香はいたずら好きの仲良し3人組。遊園地にある恐竜コースターの大ファンだ。ある日、恐竜コースターが運転中止になったことを知った3人は、大好きな恐竜コースターを復活させるための作戦を開始した。話題作りのため、遊園地のそばに学校から持ち出した恐竜の骨を埋めておくのだ。だが、その夜、埋めた恐竜の骨にダークマターの放つエネルギーが降り注ぎ、本物の恐竜、キングダイナスが出現した。救出に向かうハートをものともせず、子供たちに襲いかかるキングダイナス。子供たちの勇気とウルトラマンネオスの活躍によって、ついにキングダイナスは倒された。遊園地には再び子供たちの歓声が戻ってきたのだった。私たちの住む太陽系はおよそ300万年に一度、ダークマター漂う未知の宇宙空間を通過します。そこは何が起こっても不思議ではない世界。そのアンバランスゾーンを皆さんは今から体験することになるのです。困難となり、各種メディア、カーナビレーションシステム、天気予報など一応放送衛星までやられた。これでサッカーの衛星中継見らんないじゃない。そうだ、彼女とのデートもカーナビなしじゃどうしよう。あのな、そういう問題じゃないだろう。一番心配なのは世界のパワーバランスだ。ええ、地球の周りには無数のスパイ衛星やミサイルを積んだ軍事衛星が飛び回っていますからね。衛星がなくなってバランスが崩れると戦争が始まるかもしれないわ。彼女とのパワーバランスが崩れる方が。隊長、大気圏を落下中の未確認物体を確認。落下地点は BT ポイント630、北西25キロ、日本アルプス山中。フェーズ2を発令する。調査室どうだ。シェイスをハドアマンに越す。了解。アマよりウィナワ、ウィナツ、落下地点に到着次第報告せよ。未確認物体の落下地点上空に到着。カメラでキャッチしました。隕石か。あれだけの質量の物体が落ちたのにクレーターがない。地表を滑ってる。つまり
ただの隕石じゃなくて何者かの意思で制御されてるってこと？直径40メートル、表面の金属は特定不能、特殊な電波に遮られて内部のスキャンができません。上空からでも限界があります。地上からの調査に切り替えます。待て、安全を確保できる場所へ着陸して待機せよ。固定指示。ウィナー1、了解。ウィナー2、了解。各国の関連機関に紹介、至急情報を収集してくれ。わかりました。クレーターがないだと。内閣情報局の片桐次官、私の上司です。隊長の港です。国家で緊急事態と判断し、危機管理会議が開かれた。即刻あの物体を宇宙に運び出し処分しろとの命令だ。すぐには無理です。基礎調査の必要があります。その必要はない。しかし部下を危険にさらすことになる。あとは我々の指示に従えばいいんだ。まだ調査の号は出ないのか。隊長が慎重なのはいつものことだが、今日はまた特別だな。きっと隊長なりのお考えが。そりゃそうだけど、出足の遅れは時として致命傷につながるからな。隊長。港隊長。物体の調査は私が行う。それは我々の役割です。下がってろ。隊長。物体に関する情報よ。偶然天文観測写真に写ってたみたい。画像処理して拡大するよ。あいつ生きてる。人工衛星消失の犯人はどういうこと？宇宙にも生命の源となるアミノ酸はいっぱい浮かんでるの。宇宙空間に生息する微生物がダークマターの影響で怪獣になるってこともあり得るの。ダークマターの影響で？隊長、港隊長。物体表面のサンプリングを開始する。港隊長、物体への接近が危険です。隊長が。しまったらしい。隊長、港隊長、応答してください。アミ隊員。港隊長。ダメです。アミ隊員、通信が確立できないわ。隊長、聞こえますか？聞こえないのか。港隊長。隊長、隊長。どうだ。どの回線も繋がらない。しかしいつも慎重な隊長がなぜあんな無茶を。だから基礎調査など必要ないと言ったんだ。
あなたが隊長に。湊隊長は部下に危険が及ぶからと。早くあの物体を宇宙へ追放しろ。それともアートの技術では不可能なのか。できますよ、今開発中の重力遮断システムなら。しかし隊長救出が先決でしょう。隊長を見捨てろって言うんですか。そんなこと、そんなことできません。隊長は我々にとって大事な人なんだ。確かにケチで頑固だし、下手なくせにチェスばっかりやってるし、欠点だらけの人だけど、この際一人の命を犠牲にすることは仕方がない。時間がないんだ。明朝までに作戦を実行せよ。上松さん、君が隊長代理として指揮を取りたまえ。上松さん、どうしてあんな奴の言いなりに。上松さん。上松さんじゃない。いいか、隊長代理として命令する。ただいまより湊隊長救出作戦を実行する。そう思ってギリギリ半日でとこか。なんだこの異常な数値は。チェーンミサイル落ち込み、ヤツの基地をこじ開け、ハートビーター SX の脱出経路を確保する。了解。チェーンミサイル、スタンバイ。ウィーナー2もスタンバイ完了。目標、ロックオン。発射。着弾を確認。あの連中は何をしてる。命令違反だぞ。もうちょっと気の利いた作戦はないのか。ダメか。他の作戦考えましょう。今の音は。待て、あの音にはリズムがあるぞ。これはハートの緊急信号よ。体内に高エネルギー物質爆発。だから急げと言ってるんだ。時間はご存知なんですね、高エネルギー物質の正体を。君などに説明する必要はない。君、上司に何をする。偉そうに。は？偉そうにすんなって言ってんのよ。何隠してんだか洗いざらい話さないと。ミサイル？軍事衛星？
ええ、あの怪獣が飲み込んでいたの。なんてこった、隊長が無事だったってのに。そう、次官、後の説明はお願いします。ん、はい。本来軍事衛星は軌道を外れた場合を想定して自爆装置が働きます。しかし、あと何時間で作動するんだ。はい、13時間、正確には12時間53分。半径300キロが巨大な爆発に吹き飛ばされる。ミノ、重力遮断システムのセットには。はい。4台のマシンから放射される粒子ビームによって地球の重力を遮断、物質を宇宙へ送り出します。そのセットまでにはギリギリ12時間は。隊長の救出は続けてもらう。しかし、そうだ、私のことより怪獣の処分を優先しろ。ダメよ、そんな強力な兵器使ったら中のミサイルまで爆発するわ。外壁破壊するメカは発明できないの？そんなメカ作り上げるには時間がなさすぎだ。今は待て、ネオスでも奴を攻略するのは不可能だ。しかし、このまま隊長を危険にさらすわけには。奴はあらゆるものを吸収し、やがて惑星の核にまで入り込んで破壊する動く要塞だ。見ろ、奴のパワーは衰えていない。まだチャンスはある。地球人の作戦を見守ろう。分かった。植松隊長代理、あらゆる救出方法考えてみましたが、正直今まで隊長のことを優柔不断な人だと思っていた。なぜもっと早く決断を下さないのかなってな。でも分かった、その一言が言えないわけが。港さんにはその一言に命の重さがかかっていることが分かっていたんだ。軍事衛星自爆まであと10分。重力遮断システムの起動装置です。我々は本当に手を尽くしたんだろうか。まだ何か見逃していることは。あれを。
失うと重力のバランスが崩れて奴を宇宙へ飛ばせない。ダグラス、奴は俺が牽制する。奴らめ、最初から私の言うことを聞いていればこんな騒ぎにはならなかったんだ。何をするか。グーで殴るなよ。隊長、見事な指揮だった。ありがとうございます。たった今隊長代理の任務を完了し、湊斗隊長にお返しします。I'm not afraid to die.
宇宙の未来を託された一人の少年、彼を執拗に追跡する恐るべき暗殺者、そして宇宙最強の支配者メンシュハイトの正体とは。戦慄の事実が明らかになる時、宇宙の正義を守るため立ち上がったウルトラマンネオスに今最大の危機が襲いかかる。宇宙からの暗殺獣、お楽しみに。